大気の運動を見ると、これは太陽系に比べ限りなく複雑であることがすぐにわかる。大気は流体で、地面の核点上の地面からの高度に対し、速度、密度、圧力、温度などが定まっている。これらのすべてが時刻とともに変化する。もちろんこれらの無限個の値をすべて知ることは思いもよらない。これは無限次元の空間にいるのと少し似ている。大気について理解するためには禁字を取らなければならない。1963年、エドワード・ローレンツは問題を簡単化し、さらに簡単化した。彼の方程式が現実と関係があるという保証は何もないくらいに問題を簡単化した。彼の大気モデルはたった3つの実数 XYZ で表され、大気状態の変化は簡単な方程式で表された。空間の点 XYZ は大気の状態を表し、その変化はベクトル場に沿っていくのである。例えば、全くの例えだが、第一座標は温度、第二座標は風の速度、第三座標は湿度を表すという具合だ。この点では冷たく、風が強く、雨だ。この点ではその反対だ。ベクトル場の軌道をたどることは、天候の変化を追うことだ。気象予報士は微分方程式を解くだけでよい。ローレンツは彼のモデルをよく見ようとして、こんな様子が見えた。これらのすべてが実際の天気と何か関係があるだろうか。全く不明だ。これはよく物理学者がおもちゃのモデルと呼ぶもので、複雑な現象の大体の様子を理解するために使われる。実際にはローレンツが眺めたグラフィックスはこんな様子だった。1963年に使えた計算機はまだ初期のものだったからだ。非常に近い2つの球の中心で表されたほとんど同じ大気の状態を考えて、それがどう変化するか観察しよう。最初のうちは2つの状態は区別できない。しかし、やがて2つの状態は見てわかるほど分かれてきて、完全に異なった大気状態になる。これはカオスだ。初期条件に鋭敏に依存する。1972年、ローレンツは有名な会議で研究発表をすることになった。しかし、講演題目を送るのが遅れてしまった。参加者にプログラムを送るのを急いでいた会議の主催者は勝手に題目を決めてしまった。予報可能性、ブラジルの蝶の羽ばたきがテキサスの竜巻を引き起こすか、バタフライ効果の誕生である。数学の概念が一般市民に受け入れられることは残念ながら滅多に起きない。小さな弱々しい蝶の詩的なイメージが世界に影響を与えたのだ。このアイデアは大成功で、亜流がたくさん生まれた。いつも蝶が登場するが、アフリカから来たり中国から来たりした。そしてそれがニューヨークやシカゴの天変地異の原因になった。面白いものだ。このアイデアは
映画に、文学に、音楽に取り入れられた。これに基づく映画がどれくらいあるかわからない。アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトの2006年に封切りされた手に汗握る映画バベルでは、モロッコでの一発の銃弾、偶然の事故がアメリカ人夫婦の人生を変え、メキシコ人の乳母の人生を変え、日本人少女の運命を変える。小さな原因と大きな結果が合わさるのだ。人類の運命を考えると、それは偶然に従うのか必然なのか。残念ながら一般市民へ届いたのはローレンツの主張の半分だけだ。カオスの理論は、現実には未来を予測するのは不可能だと述べているだけだろうか。科学者が失敗ということで終わって満足するだろうか。ローレンツの主張はもっと豊かな内容だ。ローレンツのシステムの2つの軌道がある。一つは青色で、一つは黄色だ。これらは近い初期条件を持っていなくてもよい。例えば、運動の最初の10秒間を消して、その続きを観察しよう。どうなっただろうか。軌道は実際に全く異なっているし、それらは少しおかしな動きで、予測はできそうもない。しかし、軌道は一つの同じ蝶の形の図形に集まっていて、このことは初期条件によらないようである。軌道は蝶の図形に引き込まれているようである。こういうわけで、ローレンツアトラクターについて話すことになる。奇妙なアトラクターだ。これは建設的な化学現象なのだが、残念ながらバタフライ効果ほど有名にならなかった。二つの軌道を見るだけでなく、もっと多くの軌道を見てみよう。これらの球は、それぞれ理想化した大気状態を表している。しばらくすると、それらはすべて一つの同じ蝶の図形に集まってくる。見飽きることのない美しい形だ。ここに数学者やより広く科学者への本当の課題がある。与えられた初期条件からの未来を記述するのは虚しいことが分かっているので、その代わりにアトラクターを記述しよう。それは何に似ているだろうか。内部のダイナミクスはどうなっているのだろうか。1970年代に、バーマン、グッケンハイマーとウィリアムズは、ローレンツアトラクターを理解するための簡単明瞭なモデルを提案した。ここに紙のテープがある。折ったり切ったり貼り合わせたりしよう。ほら、変わった形の立体ができた。スタートラインに立とう。出発だ。進んでいってしばらくすると、スタートラインに戻ってくる。他の点に戻ってきて、そこから再出発する。スタートライン上の位置は、0と1の間の実数 x で表される。0は左端、0.5 は中央、1は右端だ。点 x から出発すると、戻ってくる点は x が 0.5 より小ならば 2x で、
x が 0.5 より大ならば 2x-1 だ。言い換えると、車が動くとスタートライン上では毎回2倍の点に戻ってくる。ただし、1より大きくなったら1を引くのである。これは馬蹄に似ている。連続時刻のダイナミクスが離散時刻のダイナミクス、つまり順々にスタートラインを通過する様子に置き換えられている。見てごらん。点3分の1を出ると、点3分の2に戻り、次に3分の4だが、1を引いて点3分の1に戻る。二巡すると出発点に戻ってくる。だから周期2の周期軌道となるわけだ。これは周期軌道だが、周期は18だ。周期軌道は左耳と右耳をある列で決まった順番で通り抜ける。どんな列にも対応する軌道があることが証明できるのだ。もちろん、周期軌道ではない軌道もある。右と左とのどんな無限列にも、この運命をたどる軌道があるのだ。ローレンツのモデルと紙テープのモデルには、どんな関係があるのだろうか。それは2001年になってやっとわかった。数学者タッカーが紙テープのモデルはローレンツアトラクターを正確に記述していることを証明したのだ。ローレンツアトラクターのすべての軌道に対し、それと全く同じ運動をする軌道が紙テープのモデル上にあるのだ。大気の運動の研究が0と1の間の実数に2をかけて1より大きくなったら1を引くことをずっと繰り返すことに希釈されたのだろうか。もちろんそんなことはない。これらすべては単純化しすぎだ。しかし事象の一面を捉えている。単純なことだって。数学者は単純なことを好むのだ。なぜバタフライ効果はこんなに知れ渡ったのだろうか。おそらく個人の自由を復権させたからだろう。ニュートンが残した冷徹な決定論は運命論のようなものにもつながる。ローレンツの蝶は我々のような小さな存在が世界に影響を与えられることを言っている。我々には良い知らせだ。